太陽系の惑星と中国五名五星は太陽系の惑星のうち水星、金星、火星、木星、土星の5つ。肉眼で容易に観測できるため古代より知られていた惑星である。太陽系の内側から6つ目までの惑星のうち天動説では惑星と認識されていなかった地球以外の5つでもある。五星以外の惑星が知られたのは 天皇制が発見された1781年である。現在は天文学でも先生術でも特別な位置づけにはないが、趣味の天体官房では対象として人気が高く、五惑星、五大惑星として言及されることもある。中国では五行思想のもとになり、漢字圏では木下土、金水の五行に星をつけた名で呼ばれる。五行と五星の対応は、 惑星の性質から連想されるものになっており、単純な順序関係になっていない。五星に一月を加えたものが必要で、曜日に対応づけられている。なお五星に対応する曜日は連続しているが、これはバビロニア文明に由来するカルディアンオーダーによる。必要二系とトラゴを加えたものが供養である。ありがとうございます。